ジョン・タブナー・ジョン・タブナーは、前衛音楽崩壊後に活躍した、イギリスの作曲家。メシアンやシュトックハウゼンと並ぶ神秘主義の作曲家で、長年聖教徒を辞任しているが、近年は、ヒンドゥー教やイスラム教など、多宗教を題材にした作品も発表している。16世紀イングランドの作曲家、ジョン・タバーナーとは別人。2002年に、ナイトに除勲された、ロンドン生まれ。 ロンドン王立音楽アカデミーにおいて、レノックス・バークリーに作曲を学ぶ。劇的カンタータクジラは、ロンドンシンフォニエッタによって初演された後、セルティック・レクイエムと並んで、アップルレコードから発売された。1977年に、聖教会に入信し、多大な影響を受ける。その一方で、十字架の聖ヨハネなど、中世スペイン神秘主義の著作家からも影響を受けている。 その後は、1988年に、ロシアのキリスト教授用から1 0 0周年を記念して、感謝祭の赤テイスト、1989年に、スティーブン・イッサーリスのプロムスデビューのために奇跡のベールを作曲している。アテネのための歌は、ダイアナ皇太子被告別式典に演奏されており、1997年に、ウィリアム・ブレイクの詩に作曲された永遠の日の出は、 ダイアナヒツヨク作品である。2003年には、4つの合唱隊と複数の、オーケストラ、独唱軍のための記念碑的大作、ザベール・オブ・ザ・テンプルを完成させた。初期の作風では、イーゴリ・ストラビンスキーの影響が顕著であったが、近年の作品は、広い音域の仕様が目立ち、しばしば全音階的で、超的に響く。明らかな宗教的背景の他にも、 作曲技法上の様々な共通点からタブナーとペルトの作風が似ていると主張する向きもある。おそらくメシアンがタブナーの作風に最も強い影響力を及ぼしていよう。ただし、もっぱら使用されるのは境界戦法である。2004年には映画トゥモローワールドのために自身初となる映画音楽を書いた。プログラムノートでも心臓発作の翌年に 作曲と健康状態についての危機を本人自らが感じていたが2013年に永民、ありがとうございます。